ちょっと思うことがあったから喋るんだけど、死にたい発言をする人、死にたい死にたいっていつも言ってる人いるでしょ。死にたいって言ってるんだったら言わせとけばいいんじゃないですかね。結局その死にたいっていう、簡単に口にできんだよな、死にたいっていうその響きというか語呂というか。で、要はその死にたいっていう口に発言するっていうのは、まあそれがその人にとってそう楽になるワード、気持ちがちょっとでも楽になる相手がいるんだったら、その相手に対して俺はその死にたいぐらい辛いんだとか、あのこんな状態なんだ、詳しくは説明できないけどこんな状態なんだみたいな、あの辛さを訴えかけるようなワードとして、死にたいっていう言葉が口からポロリポロリと出るんであれば、言わせとればいいっていうか、言わせといてやったらほっとけばいい。それでそんな死にたい死にたいなんつって悲しいです悲しいですっていうアピールができるぐらいの活力があるんだったら、そいつはそんなこと言ってる間は絶対死ねないから、死んじゃう人何も言わないでコロリと言っちゃいますからね。死にたいね、なんか死にたいっていう言葉って本当簡単な言葉だよね。大体あの死にたいって言い方ってさ、こう簡単に口にできるすごいこう響きの良い言葉なんだけど、何々したいっていう点で経験したことのあるものをもうね、また経験してその状態に自分が陥りたい、落とし込みたいっていうような意味合いではあるわけじゃん。本質的に死にたいっていう言い方ってさ、死ぬ、まあ死ですですね、ですという状態なんだけど、これは基本的にはですよ、オカルトの話を除けば基本的には人は一回しか経験できないことなんですよね。だから死にたいっていうのってそもそもはっていう話で、一回死んだことがあって、ああいうあの感覚、あの状態に陥りたい、自分をぐーっとこう落とし込みたいっていう意図があって死にたいって言ってるっていう意味合いになるんじゃねえかなって俺は思うのね。だからさ、一回も経験したことがない、まあかっこ一回も経験もできないかっこ閉じみたいな意味なんだけど、経験をしたことがないことに対して死にたいなんて発言をしてるわけなんで、あの中身空っぽなんですよね、実際ね。中身空っぽっていうのはさ、その人が辛い、まあ、本当に気持ちがもう疲弊してしまっているとかさ、あのもうこうなんていうの、もういろいろぶっ壊したいとか、もうダメになっちゃってる状態、まあ、その状態っていうのは全然あの否定をしたりとかね、あのそれ違うだろうみたいな、そんなことは絶対言わないんだけど、経験したことがないことをやりたいっていう意味合いなんで、そういう点で言うと中身空っぽ、あの本当に簡単に口にできる自分をケアするための言葉だと思うんだよな、死にたいって言ってるのって。うん、だから話最初に戻るんだけど、その言葉を発することによって、そいつがあのその瞬間、その発言をしている瞬間だけでも気が楽になるんであれば、言わせとけばいいです。で、基本的には一人でいるときは死にたいなんてさ、ぼやぼやつぶやかないでしょ。相手がいる、まあそれが例えば、まあ、婚約とかね、恋人とか、そのパートナーであってもいいし、まあ、友達っていうパートナーであってもいいし、でもいいんだけど、相手がいるときにさ、ポロポロ口にするやつの方が多いでしょ。これに関しては、俺もそうだよ、もちろん。俺もそうだし、人によってはさ、そういう発言をするっていうことに対して、おかしいんじゃないのとかさ、言うやつもいるけど、おかしくないって、これは普通に慢性的で、誰でも持ち得る状態だし、なんていうの、深くなくとも深くとも、口にできる言葉、態度に出る態度の一つなんで、普通ですよ。そういうことを言うっていうのは。で、普通だけど、実際そこまで深くないっていう場合の方が多かったりする気がする。でさ、その相手が誰か、相手がいるときに、死にたい発言をするっていう体で話すとなんだけど、まあじゃあ分かりやすく、恋人、婚約者、要はそういうあの、
なんていうかな、生活のパートナーっていう相手にするか、生活のパートナーがいて、男でも女でもどっちでもいい、それを死にたい死にたいって相手にぶつける状況になっていると。でそうなった時に相手の方がさ死にたくなっちゃうよね。こっちがさ死にたい死にたいってさ悲しい顔してさ相手にずっとそれ言ってさ、相手はそれしかさ聞けないわけじゃん、耳にできないわけだよ、そういう状態の時って。なんでって言ったってなんでがねえんだから、大体そういう風に発言して発言をポロ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 繰り返しちゃう状態のやつって。だからさ死にたい死にたいってさ言われてる相手の方がさ死にたくなっちゃうんだよ実際。だからさそれって相手がいる状態で相手に対して俺は死にたいんだ辛いんだって言ってるっていうのは相手を殺したいって言ってるのと同じです。まあ相手を殺したいって言うとちょっと、ちょっと違う角度すぎるかもしれないけど、まあ相手がいて自分が死にたいって言ってんだったら一緒に死んでくれって言ってるようなもんですね。自分が死にたい死にたいって相手に対してずっと漏らし続けてる癖してさ、自分だけ苦しんで自分だけ勝手に死んで済むと思ってんじゃねえぞボケって話なんですよ。本当にそうなんだよね。だから相手のことも殺したい、別に恨んでるから相手を殺したいとかじゃないよ。その自分の苦しみとか怒りとかそういうのをぶつけるのは相手しかいない状態なんだよな、死にたい発言をしてるやつって。だから俺は辛いから一緒に死んでくれって言ってるようなもんですね、相手がいて死にたいっていうのは。だからそんなことされちゃったらさ、そういう風に言われ続けてる相手だってたまったもんじゃないじゃん。勝手にさ一人で苦しまれて、勝手に一人でこう言葉にできないような感情とか状態になられちゃって、そんでもって死にたい死にたいって自分に言ってくるわけでしょ。それで仮にも自分は相手に対して何かしてあげたい、どうにかしてあげたいって、ケアしてあげたいって思ったってさ、そういう手はずが全然こう見つからないわけじゃないね。えただ抱きしめてあげる、それで済むなんてさ、そんなそんな甘い話っていうかさ、そんな単純な話あるわけねえし、かと思えばさ、その死にたい発言してるやつってさ、じゃあなんで死にたいって言ってるのか分かんないわけだからさ、じゃあ仮によそいつがさ無尽蔵に金がある状態でさ、で自分の好きな遊び、自分の好きな生活、まあ、生活スパン、タイムスケジュール的な、で自分の好きなパートナー、まあ相手だな、パートナーって違う、自分の好きな相手、その場その場で自分が欲しい、気持ち的に欲しい相手と遊んで、遊んだり、まあ、相手してもらったりして、で要は自分の好きな通り、自分のその瞬間思った通りの生き方っていうかな、時間がずーっと永遠に過ごせるとするじゃない。それだったらお前は死にたいなんて言わねえんだろ、思わねえんだろっていう風に俺は考えちゃうわけだよね。だから結局そういうのを解決するのも金で、金で解決されるんだったらそれでもちろんいいわけなんだよ。ただその金を誰かがくれるっていうような、そんな美味しい話じゃないんで、だったら自分でどうにかしろよって話なんだよ。死にたい死にたいなんて言ってるそんな活力があってさ、そんな暇あんだったら100円でも200円でも稼ぐようなさやり方いくらでもあんだろ、そんなもんでさ死にたいっていう気合を張ってんだったらさ、そんぐらいできんだろって話だよね。そうだからさ、死にたいって言われ続けられちゃってるそのパートナーの方は、その死にたい発言をしている自分のパートナーに対して、こういう発言をしている間だったらこいつはまだ死なねえなと、ほっといて大丈夫と思っといて大丈夫です。で仮に本当にその相手のね死にたい発言っていうのはね、お前と一緒に死にたいと、お前も殺したいっていうような、そんな、なんつう薄っぺらい感情でね、言ってるんだったら、そんなやつ捨てちゃった方が早いっすよ。そんな薄っぺらいやつのさ、なんつうの、自決衝動、自殺衝動とかにさ、巻き込まれてさ、自分が死ぬなんて意味ねえじゃん。わけわかんねえじゃん。それでも相手のことをね、どうにかしてあげたいって思う気持ちっていうのはもちろん大事というか、まあパートナーである以上はっていう人ももちろんいるけど、それを見限る人ももちろんいるわけ。早い見限りができる人もいるわけなんだ。
俺は見限りが早い人の方が信頼はできるかな。一緒にいてくれて本当に心強い人っていうのは、あのこっちのことをどうにかどうにかケアしてほしいって思う人なんだけど、思ってくれる相手なんだけど、でも相手も人だからさ、そうやって自分が死にたい死にたいって相手に対して甘えてる時でもさ、嫌な顔するわけだよこっちに。それが人間でしょう。それが普通じゃない。あの嫌な思いさせてんだからこっちが死にたいって言ってんのさ。それが分かんねえようなやつがパートナーだとして、自分に死にたい発言をしてくるんだったら、そんなのパートナーとしてもう多分なりえないんで、生活がなりえないんで、さっさと切り捨てて自分一人の楽な生活、あのそいつを切り捨てて、そいつと関係ない生活を送っちゃった方が本質的だとは俺は思う。ちょっと話が脱線してしてる感じはあるんだけど、死にたい発言って、うん、結局そういう風にあのなんかあんまり深くないんですよ実際。うん、本当に深く傷ついて、深く何かに苦しんで、深くこう自分はもうどうにもならんとかさ、もうどうにもならんどころか、その何がこと何が辛いっていうのを言葉にするのももう、不明瞭になっちゃってるような状態になってる人って、多分死にたいなんてポロ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 人前では発言しないと思うな。簡単にいなくなっちゃうよ。そういう人は死んじゃうよじゃなくて、簡単にいなくなっちゃう。うん。まあ、俺にも、まあ、そんなに、俺の人生においてそんなに大層なことを遂げてしまった人っていうのはいないんだけど、まあ、でも出会って遊んでて、突然連絡がつかなくなって、あいつそういえばそういうこと言って、ような感じしたな、あれそれで急にいなくなっちゃったのかなっていうやつは、まあ何人かは言います。ただそいつらに対して悲しいなっていう感情は正直持たない。うん。なのだってお前の辛さとかぶつけられただけだからって話だね、俺からしたらね。うん。ぶつけられて、でこっちの話も聞かねえでいなくなってんだったら、あ、一人で解決できたんだな、一人で楽になったんだなって思いますね。うん、いいことじゃんそれは。うん、だからさ、死にたい発言っていうのを繰り返してる人が、とてもそばにいるんであれば、ずっと、うん、自分がねその発言に対して耳が耐えられるっていうんだったら、ずっとほったらかして言わしといてやってください。うん、言わなくなった時に相手のことが本当に不安で不安でしょうがないんだったら、まあその時はその人同士の状況で考えればいいと思うんで、死にたいって言ってるやつは、うん、今のうちに言わしといてやってください。でそいつが楽になるんだったらそれでよかったねって話。死にたいなんていう発言、簡単なことを口にできるっていうことができているんだったら、あ、よかったじゃんっていう風に言ってやってください。さっさと死ねって言って、それでえってなるような反応するんだったら、そういうもんだろうって、そのぐらいのもんだろうつって身が切ってやってくださいっていうことですかね。うん。まあ俺はそう思うかな。